ジャン君おはようございます。ジャン君おはようございます。ジャン君がまあまあ大変なことになっています。昨日からちょっとくしゃみをしたり鼻水が出たりするので、じゃあ今日は病院かなって言っていたら朝から血尿です。くしゃみと血尿の因果関係はないかもしれないんですが、病院です。ちょっと午後になったらと思ってたけど、今行った方がいいかな。ジャン君、どうですか？一応、まだそんなにでもないかな。ご飯食べて、お風呂入って、それから、じゃあ遅いかな。行ってみるか。病院が多分もうそろそろ開く頃かな。10時ちょっと前か。何時からかちょっと見てみる。あと今日は水曜日。曜日もちょっとチェックしないとね。病院はね、日曜日が休みだから。そう。ジャン君、なんか昨日から甘えないっていうことで心配していたんですが、ジャン君甘えないって心配されるような猫になったんだね。うん、さあ行くよ。じゃあキャリーケースきれいにしましょう。はい、キャリーの準備きれいにふきふきしていい感じになりました。ジャン君出かけますよ。はい、まず首根っこを捕まえて連れ出しましたが、よいしょ、はい、こっちではポンちゃんが心配しています。家で泣くんだよね、ポンちゃんがね、またね。そうなんだよね。はい、ちょっと緊急だったので、あ、でも鳴らすことは可能か。うん、まあでも1時間もかかんないと思うから、ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん。はい、ちょっと待ってよ。今これを流すからね。電池入ってる？多分充電されてると。はい、ポンちゃん。はい。ポンちゃん。ポンちゃんいいかね。はい。ジャン君はまた中でおしっこしちゃってるかもしれないね。シートを引いとけばよかったね。おしっこシート。はい。具体的にはですね、風邪気味っぽい、昨日からくしゃみをしていたので、じゃあちょっと病院連れて行こうかって言っていたら、朝から今度は血尿が出ました。病院に連れて行こうかって言ったのが伝わっちゃったかもしれませんが、これか。はい、ちょっと待ってね。ポンちゃん用に。ポンちゃんに聞くのだろうか。わからないね。はいはいはい、黒岩健一郎です。すいません。お願いします。じゃあ下降ります。はい、ポンちゃん一人だけど頑張ってね。頑張ってね、ポンちゃん。んちゃん、ぽんちゃん、ちゃんくんおいで、お願いします。はい、行きます。今、血液検査の結果を待っています。その後、エコーを取るっていう感じです。血がすごい出てるとかだと、まあ、この辺の数値下がったりするんですが、まあ、標準ですね。特に問題なし。で、まあ、これちょっと増えてるのは、毛赤血球数といって、赤血球をどれだけ作ってるかの数値になります。まあ、高ければ高いほど今血を作ってるってことなんですけども、まあ、ただ正常値からちょびっと飛び出てるだけなんで、まあ、そんなに問題ないです。普通の正常でもこれぐらいはあります。で、あとは白血球ですね。まあ、この辺の値。白血球が上がると、まあ、炎症が起こっているということですけども、一応単球っていうのは上がってますね。これが慢性の炎症の、時上がりやすい細胞です。ただまあ極端にすごい高いってわけじゃないんですよね。だからこれだけでもしかしたらじわじわ血が出てるのに反応してるのかもしれないですけども、まあ、極端にすごい今悪いとかそういうわけじゃない。虫ができちゃったな。これそうですね。これそうですよね。泣かないでジャン君ジャン君ちゃんちゃんおっちゃん元気？こっちゃん。元気？ができていたことが分かったので、来週の火曜日が手術になります。はい、ただいま。心配したね。よいしょ。はい、どうぞ。出てください。いいよ。はい、ジャン君。はい、ポンちゃんが。優しいポンちゃんだね。ポンちゃん、はい、優しいね。はい。はい、ジャン君の病状を説明いたします。血液検査はほぼ正常で問題なしと出たので、あ、よかったと思っていたんですが、エコー検査で。おととしに取ったのと同じくらいの大きさ1センチぐらいの石が見つかっちゃいました。あれからね、ずっと、病院からもらっている病院の指示のある、ご飯だけにしているんですけれども、そのご飯もメーカー2種類、飽きないようにということでやっていました。病院の見解ではですね、すごく珍しい、そのバラの形をしている、結石ですね。それがまず、なんていうかな、流れにくいそうなんですね。というのができる子も珍しいし、このペースでできるのも、結構珍しいタイプなんだということだそうです。まあ何にしても嫌なことですけれども、珍しくその石ができやすい体質を持っているということですね。で、もうできてしまった以上、これはもう尿から流れないので、切って出すしかないとということで、来週の火曜日14日に手術決まりました。13歳になるんですっていう話で、まあ最後ぐらいかなと。まあその麻酔がね、麻酔に耐えられるということでは、もう60歳ぐらいの年齢になるのでということなんですけれども、チャレンジしようということになりました。で、石をじゃあできるだけできないようにするにはっていう話では、今2種類のメーカーのものを、交互に挙げているのを1種類だけにしましょうと。どういうことかというと、その2種類のうちのどちらかにこう効き目のない部分がある可能性があるということで、どちらが効いているのかどちらが効いていないのかを、判断するには1種類で、まあ何ヶ月とかっていうスパンではなくて何年ですかね、石ができるのかできないのかを見なきゃいけないということなので、今回は2年でできてしまいましたが、それを見ながら検査をまめにするしかないと。で、検査をして「あ、できてた!」って言ったところで手を出しようがないんですよね。まあ早いうち、そうですね、小さいうちに、尿として流れてしまえばいいんですけど、都合よく流れるものでもないということなので悩ましいです。まず、悩ましいです。そして、仕事を得るために、大金を払ったところなのでまたちょっと辛いっていう部分あるんですが、そこの仕事が来るようになればね、まあこればっかりは仕方がないので、借金してでも頑張ります。頑張るしかないです。